ね、根本くんにちょっとヘルメットについて聞きたいと思います。はい、今これ、まあ、ソフトタイプって言われるものと、このタイプってあるんだけど、どうですかね、軽さ、触ってみてよ、これ。全然違うでしょ、これ。こんな違うんですか。そうなんです。自分の中学校の時、これですよ、使います。もし今、選べるとしたらどっちがいい？断然こっちがいい。こっちがやっぱ軽いし、やっぱりしっかりして丈夫そうでしょ、こっちの方が。はい。だよね。重いっす。重いよね、やっぱりこっちの方がやっぱり今いいよね、ほんとね、うん、やっぱりこう、こっちの方がどっちが似合う？俺のこれが、あ、顔かぶってみよう、うん、なんか、ほんとだ、こっちか、どっちがいいこれ？こっちの方がかっこいいっす。ほんと、じゃあちょっと顔かぶってみよう、ちょっと俺も、あ、どう？あ、そっちの方がかっこいいじゃん、うん、ね、これということでですね、ビジュアル的にもやはりこっちの方がいいっていうことなんです。やはりちょっと今後さくら市の導入もちょっとこれ、まあ、選択という形で考えたいと思います。そうだよね、いいよね、選択の方がね、はい、以上です。